あー誰か僕の白クマくん食べた、あー僕のとろり練乳ざんまいもやられた、ふふふ、黙って食べる人のアイスは美味しいなって。いて、うか店長痛いよ、なんか足取れてない、足取れてない、マジで足取れてるよ、取れてるよ。やっぱり悪いことはするもんじゃないね。でもテープと輪ゴムで直してもらいました。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。もう今日はリクエスト動画です。ふうとくんおはようございます。店長、間合いの詰め方がわからないので教えてくれますか。わかりました。皆さんこういうことないですか。打っていっても遠くて届かないとか、打っていこうとするんだけど無理やり打とうとするから姿勢が崩れるとかね、それとか打っていこうとするのが相手に完全にバレてる、こういうことありますよね。気持ちわかります。これなぜかっていうと、打つ前に間合いを詰めてないからなんです。今日はこの間合いの詰め方で大事なことを3つお話しします。1つ目は、なんで打つ前に間合いを詰めないといけないのか。そして2つ目は、最高に上手に間合いが詰めれた時っていうのはこういう状態なんだよっていう話。そして3つ目は、実際の間合いの詰め方のコツ。この3つをですね、小学生にも分かるようにできるだけ分かりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。じゃあ一番簡単なところからいきますね。そもそも間合いっていうのは何ですか？間合いっていうのは、この相手と自分との距離のことを言います。で、この相手と自分との距離どうやって測るかっていうと、お互いの視内ありますよね。このお互いの視内がどこまで入って、離れてるかとか、離れてるかとか、この視内を使って相手の距離、間合いを測ります。これがまず一番基本です。ここまで大丈夫でしょうか。じゃあ次は、質問もらった間合いを詰めるっていうことを話します。まずちょっとね、思い出してほしいんだけど、剣道って最初まあ尊敬して立ち上がってスタートなんだけど、尊敬して立ち上がった時の間合い、距離って覚えてますか？必ず視内と視内が触れないところからスタートなんです。この距離、間合いのことを遠間って言います。この遠間っていう距離は、実は遠すぎて打っていっても当たらないんです。でも必ずこの距離から剣道はスタートするんです。そして打っていっても遠すぎて当たらない距離から、自分が打っていて届く距離まで入ること、このことを間合いを詰めるって言います。これまあそんな難しいことじゃなくて、みんなも多分ねやってます。どこでやってるかっていうと、例えば基本打ち、いやーって言って自分が届くところまで一歩入ってメーンって言ってるでしょ。この一歩入るっていうのが間合いを詰めるっていうことなんです。じゃあここからちょっと話のレベルを上げていきますね。まあ、サルくんがこれ自分ね、でカエルくんが相手だとして、まあ自分が打つ前にね、間合いを詰めるのは分かりました。詰めないと届かないから。でもね、よーく考えてください。自分が間合いを打つ前に詰めたいのと同じぐらい、相手だってカエルくんだって打つ前に間合いを詰めたいんです。ここでちょっと考えないといけないです。そう、ただ入るだけじゃダメなんです。相手よりも有利に工夫して入ることが必要になってくるんです。じゃあ自分が相手よりも有利に上手に間合いを詰めれてる状態っていうのはどういう状態でしょうか。これポイント2つあります。1つ目は、真ん中、これ中心線って言います。真ん中を自分が取ってるっていう状態。そしてもう一つが、中心、間合いを取った時に自分の体勢が崩れてないこと。この二つなんです。中心を取ってること、そしてもう一つが体勢が崩れてないこと。これを相手にバレないように、この二つのことができれば最高なんです。じゃあちょっと説明していきますね。まずこう見てください。これ相手ですね。相手がこう、そっちから見てね。自分がまあこう見てるイメージですね。こう見てる感じで、カメラのそっちから見てる感じで思ってくださいね。で、相手はこういるんだけど、こう中心、相手の真ん中、これ一本の細い線だとイメージしてください。この中心線には相手のね、弱点がいっぱい詰まってるんです。だから、まあちょっとこういるとしてね、ちょっと視内化してね、自分の視内、これ自分の視内ね、これ相手の視内ね、自分の視内でこっち側からこうやって
中心を取られると、これ今中心取ってるの分かりますか？中心自分が取ってます。相手の竹刀は中心から外れてます。こういう状態でいるともうめちゃくちゃ辛いわけです。もうじっと知らんないね。この状態ができたら半分合格です。じゃあ残りの半分は何かっていうと、さっき姿勢って言いましたよね。自分が中心間合いを詰めた時に中心取れました。でも自分の姿勢が例えばこんななってたりしたら、こんななってたりしたらすぐ打てないんですよ。だから自分が打てる形、打てる姿勢、いい姿勢で中心を取ること、これができれば、この2つ、中心を取ることと姿勢が崩れてないこと、この2つができればもう合格なわけです。ただもう一回繰り返します。難しいのは相手も同じことを考えてるんです。いくら攻めたいからって手元を前に出さない。ほら、もう崩れてるよ。たったこれだけのことだけど、自分一人で鏡に向かってならできるんだけど、相手がいるともう難しいんだ。手元を前に出さない。体重バランスを崩さない。体が前かがみになったり後ろのめりになってる人、ほらもう姿勢が崩れてるよ。体の軸を意識して。分かりにくい人は構えたまま縄跳びジャンプをして着地した時の体重バランスがベストです。肩と腕の力を抜きましょう。打ちたいからってガチガチになってる人、ほらもう構えが崩れてますよ。僕も講習会で習いましたが、筑波大学の甲田邦秀先生が指導されているお水を汲むポーズというのがあります。構えた状態から上のお水を汲んで、後ろのお水を汲んで、下のお水を汲んで、お水がこぼれないように構えた時に腕と肩の力が勝手に抜けてます。目線を変えない。見るところを変えない。最初構えた時は相手の目を見たままだよね。でもこっちが打ちたいところや相手の竹刀の動きばっか見てると、ほらもう姿勢が崩れてるよ。剣先を動かさない。剣先がちょこちょこ動く人、ほらもう姿勢が崩れてるよ。中心を割って間合いを詰める時には剣先を中心線からできるだけ外さないようにします。そのためには自分の左手が中心線から外れないようにします。こっちが中心を取れれば勝手に相手の剣先は中心から外れます。その一瞬が好き、そこを打ちます。右足の出し方にもコツがありますよ。ただ単純にちょこんと右足を出すんじゃなくて、左足の力で床を押して、その勢いで右足を体ごと押し出すようなイメージです。この移動の仕方を水平移動って言います。逆に右足だけちょこちょこ出してる人っていうのは、頭が上下に動いて相手にバレてしまいます。間合いを詰めるときには右膝が突っ張りすぎないようにします。膝は柔らかく使ってつま先からではなく右膝で攻め入るイメージですね。その方が後の打突につながりやすいです。右膝が伸びきってる人やつま先から入る人は動きに自分でブレーキをかけてしまってます。間合いを詰めるときには左足の膝の後ろを曲げないようにします。この部分が曲がってる人っていうのは上半身が大きく揺れてしまいます。そうすると姿勢が崩れて間合いを詰めているのが相手にバレます。間合いを詰めるときには足幅をできるだけ変えないようにします。足幅が広くなったり狭くなったりする人はもう姿勢が崩れてます。右足を出した距離だけ左足、同じ距離だけ引きつけます。イメージで言うと右足10センチ出したら左足も10センチ、同じ距離だけ引きつけると足幅が一定になります。足幅がどん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 広くなっていく人っていうのはいざ打つときに前に飛べません。実際の稽古や試合では大きく間合いを詰めることもあれば小さく間合いを詰めることもあります。基本打ちの稽古みたいに必ず一歩で入らなくてもいいんです。細かく刻んでも大丈夫です。大きい足も小さい足も前後左右斜め開き足、もっと自由に足を使ってあげてください。逆に相手から攻められた時にこっちがすぐにぴょこぴょこ手元を上げないようにします。手元が上がるということは体勢が崩れてるということだからです。できるだけ手元が上がらないように我慢して我慢してしのいでしのいで反撃のチャンスを狙います。以上が打つ前の間合いの詰め方、上手な詰め方のビデオになります。僕のチャンネルではこういった感じでね、少しずつ小さい階段をステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。
ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。